学生柔道世界一の栄冠は果たして誰の頭上に輝くでしょうか。柔道に青春の血をたぎらすマコールたちの祭典、第4回勝利会国際学生柔道大会も今年で迎えて4回目であります。東京北の丸の日本武道館、地元日本をはじめ20カ国100人の強豪が参加して行われます国別対抗の団体戦と個人8種目に熱戦を展開するわけですが、ひときわ背の高く見えます1メートル99センチの中国の市、あるいはキューバのヒスラの顔も見えます。柔道の発展に大きく貢献いたしました勝力松太郎の遺徳を偲んで、その志を継承するために設けられましたこの国際大会、ゴールドメダリストには最高の栄誉であります勝力杯が贈られることになっております。この勝力杯も4回目を迎えまして、国際的にも定着しております。世界各国の柔道連盟の役員が畳の上に並びまして、今二条式が行われておりますが、放送席の方の解説には日本体育大学柔道部監督、全日本学生柔道連盟協会員の橋本昇さん、それから世界チャンピオン天理大学研究生の正木芳美さんをお迎えしております。橋本さん、なんか面白い大会になりそうですね。そうですね、ソ連がですね、すごいメンバーで来てますからね、日本にとっては大変強敵じゃないでしょうかね。正木さん、この大会はですね、いろいろ思い出があると思うんですけど、去年夏の2年前の試合とやっぱり、はい、一番の学生時代の思い出の試合です。この大会でメダルを取って、その後世界選手権で勝ったというような、そういう踏み台にもなったわけですね。正木さんは学生時代の思い出としてね、この勝利機会に何度も出てますけれども、対戦相手としては誰が一番思い出になったんですか。そうですね、やっぱり去年の団体戦で当たったソ連のキボリとザルチェさんとの一戦がやっぱり一番記憶に残ってます。そうですか、はい、橋本さん、今年はですね、ソビエトも強豪ですから、韓国もなかなかいいメンバーを連れてきてますね。韓国はですね、軽いところにその韓国のエースを連れてきてますからね、団体戦も期するところあるんじゃないでしょうかね。今精鋭が、柔道場に整列をしておりまして、入場式が行われているところでありますが、大いに熱戦が期待されるところであります。さて、日本とキューバの対戦であります。日本は松行、安松、新井、野村、岡田、このメンバーで登場いたします。さて、先方はこの松行であります。そして対戦するのがキューバのフィグエロワ。松行は昨年のこの大会のチャンピオンですね。そうですね、昨年見事に優勝しましたね、はい、松行。従いまして今年もこの65キロではもちろん狙ってるでしょうけれども、団体戦でも内股早いですね、19秒20秒で決まりました。松行左の内股一本勝ち、キューバのフィグエラを破りまして早くもワンポイントを上げました。今のあの松行の得意の内股、これですね、はい、一方左足から踏み込みましたですね、はい、よく粘りましたね。これ頭の位置がかなり低かったんですよね、はい、さて続いて2番手は日本が安松、そしてキューバがダンテスであります。京都産業大学の4年生3年連続勝利機会に出ておりまして、おととしは3位、昨年は2位の個人戦では2位の安松、この人もなかなかのファイターであります。一方キューバのダンテスは71キロ級の選手で1メートル77センチ、なかなかスピードがあります。体育大学の2年生、まあ、安松としてみたらですね、相手、ダンテスは1階級下ですからね、これはもう確実に取らなきゃいけないですね。効果ですか今のは、大内刈りで効果ですね。大内刈りで安松効果であります。ここで右足を抜いてそのまま抑え込みに行きたいんですけどね。やはりキューバも2回大会からずっと参加してますけれども、はい、共産圏大会ではかなりの活躍をするようですが、どうなんですか。そうですね、第1
最初に登場した時にですね、ま、あの世界中がですね驚くぐらいその強かったんですよ、はい、いきなりですねフランス国際で優勝したりですね、はい、大変その力を示したんですけどね、ま、その世代が引退して今ちょっとこう低迷してる感じですね。そうですか、はい、昨年はあの正木さんの力でソビエトの大きいブロンザリを破ってですね、はい、優勝が決まったんですけれども、あの時は競ってたですからね、余計に緊張しましたね。日本の2番手安松、キューバがダンテスです。1番手の1本か、1本ですね、1本ですね、はい、やっと1本を取りました安松、やや粘っておりましたダンテスですけれども、チャンスを見る安松見事に1本を取りまして、これでキューバに対してポイント2つ。今の場面ですね、石松は離れたんですけどね、まあ、よく回転しましたね。さて日本の中堅は新井であります。そしてキューバはメンです。新井も日体大の新キャプテンとして大いに気合が乗っております。年々強くなるような選手ですね。そうですね、まあ、年ごとにその階級がですね、1階級ずつ上がってきてるんですね。珍しいケースなんですね、1年生の時に78キロ、2年生で86キロ、3年生でマイナス95ということですが、放送いたしました松幸、カスマット、いずれも一本勝ちで3番手、日本の中堅が新井、対するこのメンデスでありますが86キロの選手で体育大学の3年生です。84年のパンアメリカン大会の3位になっておりますメンデス。一方の新井は全日本学生の体重別のチャンピオンです。日体大の柔道部で橋本さん、どのようにご覧になってますか。最近はですね、大内刈りとか足技をだいぶ研究しましてですね、まあ、攻撃の幅が増えてきましたですね。ですから多少大きなものとやってもその苦にしなくなりましたので、安定した力が発揮されるようになったんですね。山下コーチです。やはり攻めにくいんですかね。そうですね、はい、さあ内股が出ます。しかし新井もこらえる。団体戦的に言いますとこの新井の場合守るのは強いということでしょうか。どうなんですか。まあそういうことですね、1分を切りました。残り時間1分を切りました。あと50秒です。先ほど新井にですね、指導が与えられましたですね、あ、そうですね、ですからこのまま行くと新井負けちゃいますね。あ、そういうことですね、この指導はよく攻めないという意味の指導なんでしょうかね。そうですね、先に教育的指導を取られてましたんで、ね、なるほど、新井の方に教育的指導が取られておりまして、キーバのメンデスのところにランプがついております。そうしますこのまま行きますと新井の負けということなんですか。なかなか攻めにくいのでそのままその攻めあぐんでるのがそういう結果になったんですね、まあ、相手はですね手足長くてですね遠いところから攻めてきますからね。背負い投げに行きます。まあ、引き手持ってませんからちょっと無理ですね、あれは、完全に相手と体が離れてしまいました。新井が教育的指導を取られておりますのでこのまま行きますと新井の負けということになります。それで、どうだ、ありましたね、技ありですか。腕を巻きつけてそのまま体落としに持っていったんですね、それで技ありです。いや終了前2秒ぐらい、2秒前で技ありギリギリでしたね、2秒前の技ありで本当にもう微妙なところだったんですが新井の勝ちであります。ギリギリでしたね、こういうところがいかにも新井らしいですね、今の場面です。これで技あり、ねじ倒したような感じになりました、最後はそうですね、技としては何になりますかね今のは、まあ、やはり体落としでいいんじゃないかと思います、技ありで日本が3つポイントを取ってこれで勝利を決めました。国別対抗団体戦、日本と韓国の準決勝戦であります。
日本はキューバを4対1で破ってこの準決勝に、そして韓国は西ドイツを3対2で破ってこの準決勝に進出しております。橋本さん、韓国は今まであの、はい、せいぜい3位止まりで、一度もあの決勝に進出してないんですね。はい、それで、ま、あの団長がですね、はい、その決意のほどと聞きましたらですね、まあ、必ずそのメダルは取りたいと、金メダルを取りたいと、はい、まあ、あの団体戦でですね、これを見ますと先方にユン、受方にチョウとですね、はい、まあ、ユニマーの優勝者2人を、まあ、一番の今あの韓国柔道界の実力者を揃えてきてるんですね。まあ、日本としてはここをですね、まあ、どういう戦いぶりをするか非常に注目されるんじゃないでしょうかね。そうですね、日本は先方が松幸、次方が持田、中堅が金丸、そして村上、岡田と続いております。さて左側から登場しましたのは韓国のユンであります。大韓柔道大学の選手でありまして、84年の世界学生、そして神戸のユニバーシアードに優勝いたしました。今韓国話題の選手であります。松幸のいい背負い投げ、これ効果ですね。ユンが左のですね、一本背負いで攻撃して今効果を取りましたね。そうですね、スピードありますね。そうですね、はい、28歳でのユン。松幸はこの前のキューバ戦では左の内股28秒でフィゲロを下しましてポイントを上げております。形としたら日本的な柔道なんですか、どうなんですか、このユンの柔道は。どう思いますか。日本的ですけどね、それに加えましてまたパワーがあるということですね、まあ、韓国独自のスタイルっていうんでしょうか。このユン選手は日本に参りましたときに昨年の勝利カップの記念のネクタイをしておりましてね、そういった点でもなかなかこの気を使う選手と言いますかね、一人だけそのネクタイをしておりました。日本には5度目、もう日本の空気も十分に分かっております。韓国のユン、今回韓国はですね、さあどうだ、お前投げで効果ですね。効果ですね、松幸が効果を取りました。これで日本韓国効果一つずつ。韓国はですね、監督コーチがですね、あの柔道大学の先生が来てますんでね、でまたサンスバチのナショナルコーチの人ですから、まあ、非常にその選手たちもですね、気合を入れてやってますね。ご覧のように、一つずつ赤と白一つずつ高価なところにランプがついております。韓国のユンが今年の去年のユニバーシアードのチャンピオン、そして日本の松幸が昨年のこの大会の65キロのチャンピオン。さあどうだ、これはこれは有効ですね。有効ですか。走り回るような手追い投げ、非常に強引ですけどね。強引ですね、あれやはりあの背筋があるんですか、何の力があるんですか、ああいう投げ方ができる。やはり、まあ、背筋もそうですけどね、身体的なその総合力がですね、非常に高いんですね。よく攻めますね。そうです、韓国のユン振り回します。荒っぽい柔道ですが、ここで巴投げ、松井はこの巴投げが得意です。まあ、今のようにですね、両者にその教育的な指導を取られたりした場合はですね、もう引き継いでその積極的に攻めるっていうのはもう鉄則なんですね。あははは、まあ、それをやってるのがユン選手ですね。あと27秒です。果たして逆転のチャンスがあるかどうか。また攻めに行きました。今ですね、腕が技をかけながら、腕をそうです、脇固めでですね、をかけながらですね、払い腰のような形 で、 で、ね、行きましたね、まあ、これ韓国の選手よくやるんですけどね、いわゆる脇固め、斉藤選手が、そうですね、だからもう完璧に決まりますね。そうですね、今両腹心が出てきましたけれども、国際ルールでは脇固めの形で、直接真下に落ちては下ろしてはいけないというようなルールがあります、まあ、この辺がよく問題になるところですけれども。そうですね、まあ、ギリギリのところですね、まあ、一番近いところで見ているその主審がですね、まあ、どういう判断をしているかですね。まあ、ルールが2つあるというのはおかしいんですけれども、日本的なルールですと体を預けて一気に倒れかかってはいけないという、まあ、そういう表現になってますが、英文の方では脇を固めて落ちてはいけないという、この場合どうなりますかね。主審からこれといったまだ今コールがありませんが、どう取りますか。反則負け、反則負けを取りますね。つまり脇固めを取ったわけですね。そうです、倒れ込んでいくですね、その危険なそのかけ方であるということですね、取りましたね。
ユンの反則負け、ユンの反則負けです。これはあの、はい、初めてのケースじゃないでしょうか。そうですね、こういう国際大会でこういったケースは初めてですね。つまり脇固めの反則を取ったわけですね。そうですね、はい、これで日本が勝ちを拾った格好になりましたが、後ほどまたそのお話をするとしまして、続いて次の次鋒の対戦です。張と日本の持田です。日本の持田の対戦、韓国の張選手は昨年の神戸のこれもユニバシアードのチャンピオンでありまして、韓国期待の選手であります。韓国の競技大学から軍隊に行きまして、なお強くなったということがありますけれども、この選手もなかなか期待される選手ですね。もうこれはあの韓国のエースですね。残り時間が1分45秒です。韓国と日本の次鋒戦、最もあのこの団体戦で先鋒次鋒中堅というような表現は日本だけで、外国ではそのような表現、まあ、最も効果を取りましたね。この効果はどうですか。相手の小外はですね、まあ、すっと抜けたところをうまく状態を上げていったんですね。小外外しといいますか、返しといいますか、うまく効果を取りました持田です。外国ではほとんどこの団体戦というのは行われないんですね。そうですね。またはい、先ほどちょっと映りましたが、副賞で登場する村上がこう何か落ち着いた表情でこの体を揺らしておりましたけれども、先ほど正木さんの話のように早く自分の漫画来ないかなっていう気持ちなんでしょうね。残り時間がちょうど1分になりました。蝶の小外を外しまして、アビス倒すような格好になって効果を一つ取っております。日本の持ちだ。蝶もあまり攻めがありませんね。どうですか。そうですね、やはりこれ取られてますからね、蝶としてはもう積極的に行かなきゃいけないんですけどね。右側の赤い帯が韓国の蝶、まあ持ち球もそう簡単に攻めさせるような選手じゃないですからね。なるほどね、はい。歯を食いしばって相手の柔道着を持って背負い投げに来ました。ここで消極的になっちゃダメですね。そうですね、はい。さあ止め投げ、さあ寝技に行った方がいいですね。さああと15秒です。あと15秒です。あと15秒すでに5になっております。持ち田が効果を1個取っております。あと5秒です。歯を食いしばる蝶、ここで5分間の試合が終わりました。共にこの疲れた表情で天を仰ぎます。やはり5分間いっぱい戦うと疲れるんですね。そうですね。これであの小外外しと申しますか、まあ、小外すかしですか、ですね、はい。これで、持田が効果を上げておりまして、持田の勝ちで日本貴重なポイントを上げます。まあ、非常にその危ない勝負だと言われていた先鋒次鋒でですね、日本はまあ得点を上げることができましたんでね、はい、これであの後非常に楽になりましたね。そうですね、はい。これで松幸持ちだとポイントを上げました。松幸はユンの反則をありまして、松幸の反則勝ち。さて続いて登場しますのが韓国のキム、そして日本の金丸です。金丸天理大学、今度の新しいキャプテンであります正木さんの後輩です。九州の宮崎県の出身、なかなかファイターです。橋本さん、この試合はどのようにご覧になりますか。あの韓国のユン選手はですね、いい選手ですけども、あの階級がですね、86キロ級なんですね。そうですね。ですから金丸選手のよりも、まあ、1クラス下の階級の選手ですからね。その点その金丸君はやりやすいと思うんですね。韓国のキムは86キロの選手であります。キム選手が2人来ておりまして、キム・スンギュ、この後登場しますのがキム・コンス選手、柔道大学1年生で23歳です。高校1年の時から柔道をやっております。父親も柔道をやってて三段だそうなんですが、内股を得意といたします。あと1分を切って、さあどうでしょう、多少金丸にも疲れが見えたんでしょうか。今岡監督の声であともう一つというような声が出ましたね。ちょうど畳を挟んで向こう側なんですけれども、おっと、さあこれはどうだ、これは効果、これはどうだ、結構ですね。
手打ち股のような感じでしたが、今ですね、原丸選手がですね、手打ち股に行ったところ逆にですね、相手帯持ちましてですね、そうですね、帯取り返しのような技で、そうですね、両腹心が有効を取りました。主審もそれにコールしまして、そこで長がキムが有効を取りました。またこれ時間の少ないところでのこの相手のポイントというのはちょっとあれですね、厳しいですね、厳しいですね、はい、ちょっとやはり気を抜いたでしょうか。今金丸どうでしょう、力をこう出したところ、その、ヒュッとこう息を抜いたところですね、はい、左側の有効のところに青いランプが1個、これが韓国のキムのポイントでありますが、残り時間があとちょうど15秒。もう金丸はもう組んでいきなりもう背負い投げるしかないですね、背負い投げか内股に、さああと8秒、指導を取られた直後にちょっと気負い込んで出ていった、その心理的な隙を狙われたんでしょうか、手打ち股の有効を取られまして、ここは韓国のポイントであります。キム、これで日本2つ、韓国1つ、ポイントは2対1になりました。いや、これは間違いですね、主審が間違えました、主審が間違えまして、金丸の方に、手を挙げてしまいましたが、韓国選手団からおーという声が出まして、改めて韓国のキムに今、手が上がりまして、キムの勝ちであります。これで、日本ポイント2つ、ここのところですね、後ろからスピード金丸君が攻撃して投げに行きます、そうですね、今度は逆に切り返すんですね、そうですね、まあ帯取り返しですね、返しですね、すごい力ですね、感覚は同じキムですが、今度はキム・コンス、そして日本が期待の村上であります。今大会は村上が、いろんな意味で期待されております。その果たしてどういう試合を見せますか。昨年、全日本でですね、学生全日本で足を痛めましてね、それから治療に専念した後、アメリカ遠征に行きました。不調はなってるのみたいな、もうほとんど自分も気にしなくてできるっていうことですから、はい、日本大学の3年生です。昨年11月の全日本学生で右足の靭帯を痛めました。途中で棄権しております。まあ、村上君はですね、今回はその前回の正木君のようなですね、はい、役割をやってほしいと、はい、もう必ずそのポイントを取ってほしいということをその団長監督が言ってたんです。あ、さて正木さん、はい、正木さんの後を継ぐ若手というとこの村上ではないかという意見もありますし、いやまだ他にいるよという意見もありますが、正木さんはどのようにこの村上選手を見てますか。そうですね、前回のこの国際勝利気配で決勝でちょうど当たったんですけども、はい、以前試合ジュニアの時に一度して、この2度目だったんですけども、以前よりも数段強くなってなかなかやりにくかったですね。どういった点が一番強くなりましたか。そうですね、強くなったというか強引にというか、自分の得意技の大外をガン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 攻めてきて気を緩めないですね、やっぱり自分の得意技に嫌気がかかったということですかね。そうですね、はこれ総合的に伸びてると思います、ね、柔道着の影から大きい胸が見えておりますが、さて村上も無理をしてないような感じがしますが、どうなんでしょうかね。そうですね、やはり自分の得意の左の引き手をですね、十分に取れないということで、まあ大外がかけられないんですね。本田さん、はい、やはり引き手を取れ、そして攻めなあかんと、ね、こういう声が岡監督から飛んでいま す、ね、山下コーチからどういうようなアドバイスでしょうか。山下コーチはどうですか。なんか先ほどからだいぶ声が出てますね。山下コーチもやはり岡監督と同じですね、はは、ガンガン自分から攻めると時間がないんだと、その辺を計算してやるというような声が出ています。さてあと15秒を切りました。韓国のキムと日本の村上の副将戦、国別対抗団体戦の準決勝、日本が韓国に勝ちますと決勝に進出いたします。さあこの大外、しかし大きい体で、結
局潰れましたけれども、お互いにポイントなし。息は総村上上がってませんが、ご覧のように電光板何も表示がありません。得意の大里は3ヨード出しましたが、村上さん引き分けでやりまして、これで、2対1に1引き分けということで、あと大将戦が残りましたが、どうですか今の村上の、もう少しですね、工夫をしてですね、右足を飛ばしながら牽制しながら引き手を取っていくということをやらないと、なかなかその一本勝ちを収めることはできないんじゃないでしょうか。そして日本の大将岡田、学生チャンピオンの岡田が登場いたしました。近畿大学、この人も外人に強いんですよね。カニ落としですね、効果を取りました。特にこの全日本を取った後、正月も返上しました。有効です、有効になりましたね。このまま抑え込みですね、このまま抑え込みですね、これで上塩型ですね、有効を取った後、上塩型に抑え込みに入りました。今の谷落としはですね、岡田君のもう必殺技ですからね。しかしよく研究してますし、また今度よく稽古しましたね。そうですね、この岡田本当今度今回は期待されます。やはり日本チームのですね、キャプテンということ でもう重責になってますからね、学生チャンピオンになりまして、またこの近畿大学に残ることも決まりまして、大いに協力しておりまして、今の場合もあっという間に一本、ここで上塩型、上塩型め一本、52秒で決まりました。岡田の勝利であります。これで日本は韓国を3対1で破りまして、決勝に進出いたしました。さて、4年連続この国別対抗団体戦は日本とソビエトの決勝戦となりました。日本が勝てば昨年に続いて2連覇ということになります。ソビエトは2回大会に勝ちましたが、あと1回3回と日本が勝っております。さて、先方は日本が村山、ソビエトはコスミリンであります。またソビエトとの対戦になりましたね。そうですね、もうこれはもう因縁の対決ですね。そうですか、まあ、日本があのブロックでは見ますと韓国がいたので、はい、この韓国が強敵だということだったんですけれども、その韓国に3対1で勝ち進んで、このソビエトとの決勝戦を迎えたんですが、待て、この先方では韓国戦で松雪がですね、負傷しましてね、この村山が登場しました。東海大学の4年生で、この切れ味という点では今一つありますが、なかなかうまい柔道を見せますね。そうですね、簡単にポイントを取られないですね、堅実な選手ですね。日本はキューバに4対1、そして韓国に3対1で勝ちまして、この決勝戦に。一方ソビエトは中国を5対0、そしてポーランドを3対1、決勝戦に進出しております。このコスミリンはこの前のポーランド戦ではパフロスキーに敗れております。まあ、ここですね、日本はもう先方、受方、中堅までがですね、勝負ですね。ここでなんとか2点以上取らないとですね、向こうのベテランの重量級が2人揃ってますので、ここでなかなかポイントを取るということは難しいと思うんですね、ですから前半が勝負だと思いますね。その重量級ソビエトはベリチェフとショーロフ、これは変えておりませんが、日本は渡辺が出てまいりまして、渡辺対ベリチェフ、そして村上対ショーロフですか。そうですね、そうですね、この重量級の対戦となっております。これもまた大変面白い小打ちありですね。どうでしょうか、まあ、うまく体を開いて相手は逃げましたね。主審はスイスのキブツさんですが、効果は取りませんでしたね。うまい柔道を見せますこの村山。この大会では団体戦が一番最初に行われますので、この2人もまた個人戦でも対戦するわけですね。そうです、そういった意味ではお互いの手の内を知るということで、この団体戦の意味と同時に自分のためにも大変重要な試合になる。もちろんそうですね、ですね、これは、もう絶対に負けられない一戦ですね。シベリアのクラノヤルスク教育大学の1年生であります。2年の兵役を終えて大学に入りましたコスミリン。村山がうまくその2段の小外でですね、2段小外ですね、有効を取りましたね。有効を取りました、こういううまさですね、村山4年生ですけれども、なんとなく動眼が残っております。
おっと、うまいですね、小内刈り。うまいですね、組み際の小内刈りですね。鮮やかです。まるであの手のようにうまくその相手の足に伸びてきますね。そうですね。正木さんもあの足の使い方がうまいんですけど、どうですか今のご覧になって。小内、すごい素晴らしいと思います。小内で有効2つ。残り時間が1分6秒です。ソビエト対日本の団体の決勝戦。コスミニーはあっともう一つ同じような小内刈りですね。これは芯が有効を出しましたが、不審の一人は効果ですね。それとして効果になりました、はい、しかしもう圧倒的に小外小内の足技ですね。そうですね、まあ、一番いい方法ですね。あれもほんのちょっとあの相手のかかりがかかってるような感じですね。そうですね。あれ空振りしそうな感じもしますけれども、ちゃんとピタッと相手に決まっております。照準が合っています。足技でご覧のように有効2つ効果1つ。白い帯をつけております村山。キューバ戦それから韓国戦と麻酔機が出ておりましたが、この大事な決勝戦を控えまして麻酔機が韓国戦で負傷いたしました。さあこれから寝技に入りますが、2冠がもうほとんどありませんけれども、こういう上手い相手にと柔道やりますと、コスミにも全然この手が出ないという感じですね。そうですね、少しもう攻め合う持て余し気味ですね。足技というあの小さいこう技ですけれども、かなりその勇気のいる技ですけれども、うまく決まっております村山の足技小外小内。ねえねえ、やや前傾姿勢、もうほとんど時間がなくなっています。あと4秒。ソビエト対日本の先方は村山がまずポイントを挙げました。これは非常に貴重なポイントです ね。 そうですね。さあその足技のうまさ、一本目の最初の小外ですね、はい、最初の小外ですね、はい、2回かけましたね。そうです。ソビエト対日本の決勝戦、日本が団体連覇なるかどうか。両者に教育的指導が与えられましたね。日本選手団のコーチ陣から先に攻めろという声が飛んでいます、まあ、今回ですね、団長の中地先生はですね、はい、ソ連とは3回目の勝負なんですよ。そうですね、団長としてですね。そうですね、まあ、今のところ1勝1敗ですからね、はい、今回なんとか決着をつけようなという話されてましたけどね。もし団体で勝ったら胴上げでもしてもらいたいなと言っておりましたが、ね、やはりなかなか強敵ですからね、ソビエトはですね。今回の日本チームは監督が岡さん、団長が中地先生、それからコーチが柏崎先生、山下先生。まあ、今のようにハバレリはですね、相手のもう背中越しに右手持ちまして、今度は大内刈りを引っ掛けていくんですね、ええ、まあ、あれ非常に危険な掛け方なんですけどね。持ちましたね。さあ持って、今度はこれは腰に乗せますね。さあこれでどういくか、しかし持ち止めを研究しています。後ろからのスピード投げで防ぎました。まあ、持田君の今のディフェンスの仕方もちょっと危ないやり方ですね、はい、ですから相手にもう右手をああいうところ持たしちゃダメですね、はい、日本コーチ陣です。一番左側に山下コーチ、まあ、持田君もここで攻めなきゃダメですね。そうですね、ちょっと持田が攻めあぐんでますね。そうですね、まあ、両者に教育的指導ですからね、はい、ここで攻めないと指導になってしまいますね。ソビエトは重量級にベリチェフ、ショーロフというベテランの強豪が待っております。日本はそこにこの決勝戦では渡辺村上、この両者が対戦しますが、できれば前半でポイントを上げておきたい日本チームです。あと55秒。まあ、村山君がいい戦いぶりを見示したんですからね、あのようにこう組み際に技を出すとかですね、そうですね、いうことを持田君もやれるはずなんですけどね。いやいや攻めが足りません。日本大学2年生、日本の次鋒2番手持田。ハバレリも多少減量があるのでしょうか、いつもより動きがやや鈍いようです。しかし最後の数秒というところで大技が出ることもあります。あと20秒です。
攻めが両方とも足りませんね、そうですね、なりますね、やはり指導に、そうですね、さあこれでどっちに両方でしょうか、片方の主審は方ですか、白に取れと言ってますね、両方ですね、両 方, 両方か、片方じゃなくて両方、あと残りは11秒です。もちろん技を2回ぐらいかけることができますからね、そうです、このあと日本は新井、そしてソビエトはシェフチェフが登場いたします。中堅戦ですが、今その前の次鋒戦、日本連覇なるかどうかの大事な試合、次鋒戦です。持ち球もなかなかいいところは組めません。やはり相手の力にやや押されている、腕力、かいな力に押されている感じがありますが、さあここで時間でやりまして、この次鋒戦は引き分け、こちらが引き分けて、今度は日本の3番手、中堅は新井です。日本体育大学の3年生、全日本学生体重ベスト95キロのチャンピオン、ソビエトがシェフチェフです。赤はソビエト連邦のシェフチェフ選手、白日本新井選手。シェフチェフは86キロから上がってきた選手でありますが、したがって体重もそう重くありません。日本の新井君と同じような経歴ですね。そうですね、86でやって95に転向してきたという。待て、左の体落としもありますし、なかなか強い柔道でありますが、このシェフチェフ今日も中国戦、それからポーランド戦といずれも勝っております。ソビエトとしては雪辱を狙っております。この団体戦、今回は強いメンバーを連れてきました。まあ、新井はここで力比べしちゃダメですね。あ、そういうことですね、はい、柔らかくさっと投げるという、そうです、そういう柔道でしょうけれども、もう少し動きを入れないとですね、まあ、ああいうことやってると今度は取られちゃいますね。さあ両副審が主審に、副審が主審にアピールしたのは白の指導を取るという、そうですね、ですがどうでしょうか。主審は右側がその日本の新井、左側がシフチェフ、どっちが攻めていないか、どちらかに指導が取られるかどうか。指導、まあ、指導ですね、まあ、いきなり足を取っていったということですね。ああ、ああいうこともいけないということですね、はい、なるほど、むしろ攻めなかったということよりもいきなり足を取りに行った、うん、そうみたいですね。ああ、はい、さあこうなりますと残り時間1分を切ってのこの指導は大変痛い、もうこれどんどんかけていかなきゃいかんですけどね。さあ刻々と時間が過ぎていきます。1分を切ってからのこの指導は痛かったですね。そうです、日本対ソビエトの中堅戦、まもなくあと30秒を切ります。日本が先方でポイント1つ上げておりますが、このままいきますとポイントを失うことになります。あ、背負い投げですけどね、外出ましたね、ゴロンと転がりまして、あのまま中ですとあるいはこうかという、十分になりますね。残り時間刻々と攻めていきます。もう一度打てばいいんですけどね、はい、指導を取られていますので、このままいきますとそれで負けますが、あと9秒、さあ足を取りに行った、さあ渡しておきました。前半あまり攻めがありませんでした、新井です。あ、注意を取られましたね。そうですね、今もうやはりいきなり取りに行ってはいけないという、そういうことですね、国際ルールは大体そのような感じですね、は
結局注意を取られまして新井この戦い敗れました。シフシェフの勝ちであります。これでポイントは1対1で、この注意は有効扱いです。そうです。全く五分ということですね。日本対ソビエトの団体の決勝戦。続いてソビエトはベージュ、日本は渡辺が登場いたします。全参加選手中最も重い体重の渡辺です。その渡辺、大いに期待されるところでありますけれども、昨年もよく頑張りました。まあ、日本チームの狙いとしてはこの渡辺をですね、ベリチェフに当てたのは、まあこの重さでですね、対抗しようとしてるんじゃないでしょうかね。ベリチェフと対戦する気持ちは渡辺どうでしょうかね。こういういや今日はよく前に出てますね、渡辺選手。なるほど、はい、こういう大きい大会でぜひともその男を挙げたいという渡辺なんですけれども、時としてこの消極的な試合になることがあります。ベリチェフはもうご紹介するまでもなく何度も日本に来ています。正木さんも対戦しましたね。はい、3度や2度ですか。2度です。2度ですね。国外でもう一度やってますね。はい、どういう印象ですか、このベリチェフに対しては。そうですね、力強い柔道というような感じですね。奥襟をガバッと取ってきて、ストーカーの脇の下から取ってきて、ああ腕絡みに行って、あ抑えますね。これよく逃れました。よく見えましたね。待て、目技もありますね、今先ほど。まあ、今のようにですね、立ったまま腕を手繰って関節を決めながらですね、抑えていくというのは、まあ、これは大変素晴らしい技術ですけどね。ベリチェフは正木さんとは第1回の時に95キロ超級でね、正木さんと当たって、はい、正木さんが破って勝ったんですけれども、はい、あちょっと手が目に当たってるんですね。そうですね、165キロの体重の渡辺、秋田慶法大学の4年生です。遠藤監督ね、大学の監督の秋田慶法大の遠藤監督。あ、そうですか。これは何でしょうですか。やはり攻めが出ていないということですね。まとめてベリチェがすごい攻撃、あ大外行きましたよね。渡辺もですね、今のようにいきなり大外もいいですけどもね、もう少し右の方からですね、足を払っていきながら攻撃をつないでいくと、まあ、組織だった攻撃をしていかないとですね、単調になる、とも絶対投げれないですからね。今回のこの重量級のコーチの応援に来ました。重量級のコーチの山下さんが、チャンスだと覚えと、このチャンスをいかに生かすか、もう本当にそのぶら下がったチャンスをものにしようと、はい、そういうことを何度も何度も言っておりましたが、今ベンチャーですね、横捨て身、横捨て身有効ですか、有効に取りましたね。効果の上ですね。はい、ベイチェフ有効です。さあ渡辺苦しくなりました。もう一回来ます。それを抑えればいいですね、今の。さあどうだ、ここはチャンス。待て、ここ以降のクラスはこのベリチェフとショーロフ、日本が渡辺と村上ですが、さっきのこれですね。待て、ああ柔道着が破れましたね。そうですね、はい、ああ破れましたね。相当大きい柔道着でないと。そうですね。さあ名前は何て書いてありますか。ちょっとそれが楽しみですが。ああそうですね、チェコのフラークですね。これ重量級の選手ですから、あくまでもこの背番号と字は仮のものでございますので、どうぞお間違いないように。まさしくベリチェフでありますけれども、柔道着を借りてまた出てまいりました。しかし試合の方はですね、横捨て身で有効を取られておりますので、このままもし行きますとあと44秒ですけれども、ちょっと日本としては苦しくなりますね。苦しいですね。ソビエトが果たして、3つ目のポイントを上げるかどうかと、こういうところですね。いや今日のベリチェフは非常に積極的ですね。攻撃を休みませんからね、はい、果たしてソビエトが2つ目のポイントを上げるかどうかというところです。
あと残りが1分19秒。なかなか積極的なベリチェフ。松崎さん、いつもと違ってかなり積極的ですね。そうですね、前に前に攻めてる、昨年は松崎さんのあの活躍で大きいキボルドザリゼを破って日本に団体優勝をもたらしたんですけれども、さあそういう大事な試合、渡辺ちょっとこう落としをかけました。ベリちゃん、あと1分、これはもう渡辺は持っていかなきゃいけないですね。そうですね、ええ、どういう策に出るのか。さあこれからどうですか。いや、やはり攻めないですね、はい、いや、しかしもう終始ベンチのペースですからね、これはもうちょっと挽回することは不可能ですね。そうですか、はい、残り時間が23秒、少し手で有効を取っておりますベリチャク、165キロという最も選手重い体重なんですけれども、その体重をうまく生かすことができません。あと8秒です。渡辺、あと1秒、結局渡辺がベリチェフに敗れました。ベリチェフ横捨て身の有効で貴重な2ポイント目を挙げましたソビエトです。まあ、終始ベリチェフ攻めましたからね、非常に見事な戦いぶりだったですね。渡辺に握手を求めますベリチェフであります。途中で柔道着が敗れました。そのベリチェフのこれですね、まあ、横捨て身から墨返しのような形になってますけどね。そうですね、はい、完全に体を捨てた投げでしたね、はい、さてそして大将戦は村上と松緑であります。さあこの試合どうですか。まあ、これはですね、村上の大外刈り一発にですね、まあ、かけて行くしかないわけですね。それで、相手の出番、これで関節に来ますからね。さあどうだ、村上が下になっている、上が松緑です。大将戦、今松緑は相手の出番を取って小内刈りで効果を取りましたね。ベテランの松緑、すでに小内刈りで効果を取ってますね。取ってます。松緑が効果を取りました。その後寝技に持ち込んでおりますけど、さあどうか、渡辺がベリチェフに敗れ、その後大将戦は村上と松緑。松緑の効果は小内ですか。小内刈りですね、出鼻の、はい、左の小内刈りで取りましたね。そうですね、はい、やや渡辺消極的な相撲、柔道がたたりましてですね、ベリチェフに勝ちを与えましたが、あ、これはですね、松緑の送り襟締めがですね、相手の顔をですね、手を当てて攻撃したということで、なるほど、注意を取られましたね。注意ですね、はい、ちょっとこの波乱の状況になってきましたね、ですから今は行けば、このまま行けばもう村上の勝ちになるわけですね。そうですね、はい、まあ、日本戦手段としてはですね、村上を対象に据えたのはこの松緑の方がベリチェフと比べるとディフェンスが弱いというような目論見でですね、まあ、村上当てたんだと思いますけどね、はい、まあ、しかし松緑も試合がうまいですし、いろんなことやってきますからね、はい、さあこの決勝戦、村上に重大な責任がかかってきました。松緑の方がよく攻めてますね。しかしそうですね、そうですね、大詰めを迎えました日本対ソビエトの団体決勝戦。いや、すごい試合になりましたね、はい、先方は日本の村山が取りましたが、あと新井渡辺と敗れまして2対1。
村上も早く組んでしまう、この体勢でいいですからね。そうですね、これでやはり思い切り持っていかなきゃダメ、はい、そうですね。さあ、オズマ、かかりましたね。あ、足ちょっと引き手が弱かったですかね、本当に一瞬のあれですね。一瞬ですね、得意のオーストが出るかと思ったんですが、うまく流れました。今のようにですね、組んでしまえばですね、ショーロフ動けないわけですからね。そうですね、この持ち手争いで動きながらこうやってますと危ないですからね、はい、今のように組んでしまった方がいいです。そうですね、もう一度今のようなチャンスあると思いますからね、それでなんとか決めてほしいですね。ショーロフには襟を締めたということで、注意が与えられておりまして、これはもし終わったとすると代表戦ということになるわけですか。そうですね、そうですね、もし村上が技あり以上を取ればポイントで、勝数は勝ち数は同じですけれども、ポイントで日本の勝ちということになります。まあ、内容勝ちというのですね、難しいところになってきました。日本対ソビエトの団体戦、果たして日本連勝なるかどうか、それは全てこの村上にかかっております。早く持たなきゃダメですね、村上は。さあ、ショーロフが雪辱なりますかどうか。ショーロフはこれもう一度担いできますからね、ここで、これ逆ですね、一本です、一本ですね、背負い投げ一本ですね、かどうかと思いましたけれども、背負い投げ一本、いや、これはもう一瞬の気をついたですね、まあ、素晴らしい技ですから ね、ショーロフ一本、村上にしても前に出ながらですね、大外狙ったその歯を取られたんですね、これはもうしょうがないです。3回戦で接続になりました。さあ、そのギリギリのところですね、レッドゾーンに入って、ここで入りますね。こう、なるほど、こういう投げ方ですね、肩寄りの背負い投げですね。今日も残念そうな正木さんの表情ですけども、団体戦はソビエト接続になりまして優勝であります。日本は準優勝。60キロ級の決勝は日本人同士となりました。4年生の亜細亜大学の熊本、そして1年生の大阪商大の今川です。熊本は昨年のこのクラスのチャンピオンでありまして、勝ちますと2連覇ということになります。早くも果敢に攻め込んでいます。一方の今川ですが、もともとこの60キロにはカモジが入っておりましたが、カモジが風のためにこの今川と急遽交代しておりまして、いわば補欠選手が正選手に上がった形になりましたが、よく頑張って決勝に進出しております。1年と4年の対決になりましたね。そうですね、まあ、熊本君はですね、昨年はちょっと調子崩しましてですね、体重別選手権でも負けたりしたんですけども、やはり自力がありますからね、この最後の大会にかけてるようですね。熊本は中国の3、それから日本の小野に勝ちまして決勝に進出しております。一方の今川はフランスのダメーム、そしてソビエトのチュシコフ、この強い選手に勝ちました。さらには、天理の2年生の斉藤に勝って決勝に進出しております。熊本選手は4年生で、この大会が終わりますと郷里の福岡県の高校の先生になるんですが、そうですね、体育の先生ではなくて、亜細亜大学ではその歴史を学んでおりましたので、はい、歴史の先生なんですね、社会科の先生になるということですね、はい、したがってまあ、こういった形の柔道というものは、まあ、国体ぐらい出るかもしれないけれども、これが最後だということで、まあ、そのためにも頑張りたいということを話しましたがね、まあ、今日はですね、はい、熊本選手は非常にその技のキレがいいですね。特に小野選手を投げた内股なんか見事だったですね。この60キロはこの勝利機会、第1回大会が木田、そして2回大会がフランスの龍、昨年がこの熊本、昨年はチャンピオンが熊本、準優勝が斉藤ということだったんですが、この斉藤は今年は今川に敗れておりまして、準決勝で今川に敗れております。さて、この新鋭の今川です。大阪商大の1年生で、まあ、鴨地のピンチヒッターでこのチャンスを掴んだわけですけれども、カリバサミ行きましたね。ちょっと浅いんですかね今。しかしなかなかこう鮮やかな技を出しますね。大変シャープですね、はい、今川のこの柔道はどうなんですか。今川君はですね、はい、やはり粘り小さい時から柔道やってますからね、非常に上手い選手ですけどね。あ、内股ですね。内股ですね。内股、内股、今川の内股、まあ、今のも熊本の小外に合わせてこんな内股に変化したんですね。指導指導ですね。
2人に指導ですね。さあ持ち際の大内刈りですね、はい、これは効果もありませんでしたね。うまく倒れ込みましたが今度は今川の投げ背負い投げです。さあ今からこれで1分を切るところからですね、はい、ここからですね、お互いに勝負ですね、はい、果たして第4回国際学生柔道大会勝利機会60キロのチャンピオンは熊本かそれとも新鋭の今川か。ベテランの熊本もちょっと後半に来て攻めが出ません。逆に今川の方が攻めがありますが残り時間が少なくなりました、まあ、ここからもう攻めた方が勝ちになるんですけど ね、まあ、多少先ほどのカニバサミで熊本君がポイントリードしているようですけどもね、まあ、自分でそういう判断をしちゃダメですね、はい、あと30秒です。60キロの決勝戦日本の熊本と今川新旧の対戦です。ああ取りましたねこれは。大外刈りですね。大外刈りが有効に訂正です。大外刈り有効、ここでの有効は非常に大きいですね、はい、そうですね、ちょうど相手の下がり花をうまく足引っ掛けましたね、あの辺がベテランのうまさでしょうかね。そうですね、まあ、試合運び非常にうまいですね、はい、しかも試合上ギリギリですねあそこは、はい、ちょっと気落ちしましたか今川。さあここでまた巴投げ、これはもう完全に体が回りましたね、はい、そしてここで時間が切れました。これで熊本2連勝ですね。そうですね、大変なものですね。60キロ級熊本の優勝で熊本このクラス2連覇であります。4月からは福岡県の高校の先生になります。いい思い出になるでしょうね。そうですね、これ大変なもうお土産を持って卒業ですね。60キロ級はアジア大学の熊本が制しました。優勝熊本、準優勝よく健闘しました大阪商大1年生の今川、そして3位が東海大4年生の小野です。ここで立ち上がるところここですね、はい、大外ですね。もうほとんど低い位置からだったんですけれどもね、相手が背負い投げかけて戻るところですね、はい、これはポイントになりました。71キロ級も日本人同士の対戦となりました。国士舘大学の飛崎そして中央大学の葵、この両選手の対決であります。このクラスは第1回大会からずっと日本がですね、上位を独占しているんですね。そうですね、もう落としてないクラスですね、はい、ところが昨年のチャンピオンの古賀が、今大会では1回戦で敗退いたしました、西ドイツのビッケンバッハですか、はい、うまくやられましたね、まあ、僅差で旗が分かれたんですけどもね、残念です。そしてこのビッケンバッハにかつて決勝に進出した葵と韓国のパクに勝ちまして決勝に進出した飛崎、この飛崎は昨年のこの大会では1階級下の65キロのチャンピオンだったんですね。 そうです。その後この71に上がってからどうもこの良くなかったんですが、その苦しみを乗り越えて今回決勝に進出しましたね。どうしても階級変えますとですね、1年ぐらいかかりますね、まあ、それにその階級に合った筋力をつけるとかですね。さあ、小外刈り、これはどうですか、まあ、出足払い気味の小外で、はい、今効果ですね、効果ですね、はい、飛崎まず効果を取りました。左の足を使いました技、効果を取りました。しかし今度は葵が攻めた。まず効果を取りました飛崎。一方のこの青井選手もなかなか伸びてきましたね。もう昨年ですね、今まで2位とか3位が多かったのがですね、初めてその体重別大会で優勝しましたね。そうですね。その後オランダ国際に行って、まあ見事優勝するというようなことで、この71キロ級でももう切り札になりましたね。そうですね、はい、共に4年生でこの試合が最後の試合になりますが、飛崎は就職先が警視庁、東京の警視庁、一方の葵は東レに入りますね、東洋レーンですね、はい、まあ、東レの場合滋賀県の方ですか、はい、ちょっと勤め先が遠くなりますけれども、はい、柔道はなんとか続けたいと、このように話しております葵です。中央大学は昨年学校創立が100年で柔道部80年という歴史で ね、そうですね、このところはそうですね、いいチャンピオンがなかなか生まれなかったんですけれども、これからはこの葵に続けていくことでいいんじゃないですか。今年はこの大会にで、合宿に入ってから選手村に入ってからみんな日本体育大学で、
稽古したんですけれども、あの橋本先生のところの道場ですからね、はい、この4年生が非常によくやったと、はい、特にこの今いるこの飛崎、葵、それから岡田、こういうところが非常によくその稽古したそうですね。そうなんですね、日体大の関係者皆さん口を揃えて、今年の4年生は非常によくやると言ってましたけれどもどうなんでしょう、まあ、熊本も先ほど優勝しましたしですね、はい、これでもやはり最後の試合だからということでですね、まあ、せっかく出るならですね、なんとかまあ優勝してやろうというような気持ちになったんじゃないでしょうかね。出足払いで効果を取っております飛崎、まあ、65から71に上げて、まあ、本当に良かったということでしょうね。そうですね、非常にウェイトコントロールが難しかったですからね、まあ、この試合でいい試合をすれば今後決勝でもまた、頑張ってできるということでしょうか、ね、そういうことですね。松崎さんの場合、4年生での試合というのはやはり多少こう気持ちの目 で違いが出ましたですか。そうですね、やっぱり学生最後の試合ですからね、緊張もしましたし、最後にかけるという意気込みもあったですね。もうすでにあの学校に残るということが決まってですね、はい、研究生として残ることが決まったとしても、やはり学生の時の柔道とは違いますからね、気持ちがですね、はい、やはりなんかその学生時代の土産を残そうという、そうですね、悔いのない学生生活をしたいというか、最後の試合をしたかったです。やはりどうしてもそういう意気込みでやっていかなきゃダメなんでしょう ね、 そうですね、区切り区切りでね、一試合一試合を。ところでこの今の飛崎とこの葵の試合ですけども、どのようにご覧になりますか。そうですね、はい、両方ともなかなかよく攻め合ってるんですけども、今富崎君が効果を取って、ちょっと葵君が劣勢になってるんですけど、もうちょっと反撃して攻め合ってほしいですね。この2人とも4年生になってからこうちょっと良くなってきたというか、変わったって感じがしますがね。そうですね、やはり気持ちの持ちようでしょうかね。だと思います。右側が中央大学の葵、左側が富崎です。この71キロ級、まあ、国際大会でこの日本柔道新同士の対決になりますと、まあ、どっちが勝っても金ということで多少こう安心してみたらいいんですけどね。そうですね、まあ、今の時点ではですね、飛崎の方が多少組み勝ってるんですね。飛崎は今日はなかなかいい試合をしてまして、キューバのダンテス送り入締めで一本勝ち、続いてアメリカのダイヤ、これはもう開始早々オーストが一本決まりました。さらに韓国のパク、これは僅差で勝って決勝に進出しています。気合が入ってます。まあ、青君の場合はその非常に切れ味すごい大内刈りを持ってますからね、それをまあ出すまだチャンスが来てないですね、作り出していない、まあ、そのために劣勢になってるんですけどね。昨年この大会で3位に入ってすぐその後、海外に出ましたけれども、はい、そういったことがやはり経験が良かったんでしょうね。そうです、自信になるでしょうね、はい、試合でもあまり上がることがありません。右側の葵、なんとなくこうおとなしいような表情なんですけども、なかなか内に秘める闘志は高んだものがあります。そうですね、両者の対戦はまもなく1分になります。富崎が左の足払い、これで効果を上げています。71キロ級の決勝戦勝利機会、栄光の勝利機会を手に出しますのは富崎か、それとも葵か。なっとこの投げがあります。右足を飛ばしまして、今度は富崎、今度また葵、投げの打ち合い、あと40秒です。まあ、今が一番苦しい時ですけど ね、技を出さなきゃダメですね。5分の試合時間が同じように出足払いですね、同じような技ですね、左の足を使って同じような技、これまた効果を取りました。2つ目の効果、まだやはり喧嘩やつですから出てる足が邪魔になるわけですね、その足の処理の仕方が非常に飛び先の方がいいということですね。65キロから71キロに上げて苦しんだ時代もあったと思うんですが、昨年後半悩みました飛崎ですが、この勝利機会の決勝戦、果敢に葵に対しまして、前回の3位の葵に対して左の足払いを出して効果2つ、あと19秒残っています。いかにも闘志あふれる顔つきですね、ええ、まあ4年間もこの選手なかなかよくやりましたね。そうです、
まあ、2年で65で優勝してですね、まあ、脚光を浴びたんですけどね、その後ちょっと体重調整がうまくいかなかったんですけど、まあ、それをうまく克服したということですね、はい。さあ、あと5秒です。今度は青い、あの投げがありますが、ちょっと、まあ、引き手持ってませんからね、はい、左手持ってませんからね。時間ですね、時間です。飛先優勝ですね。飛先の優勝が決まりました。71キロ級金メダル。大きく息を吐いております。苦しそうな表情ですが、込み上げる嬉しさがあるでしょう ね。これで71キロ優勝が飛先、準優勝が青いと決まったわけです。それでは2つ目の効果、左足をご覧ください。手前が飛先、ちょっと右へ誘っていくんですね。あ、これですね。なるほど、はい、他にも狙ったような、相手のもう足を狙ってましたね、目で見てね。飛先が71キロのチャンピオンになりました。65キロ級の決勝戦は、左側からハンガリーのブイコ、右側から韓国のユンであります。日本選手は松行、大熊、村山、そして広田とおりましたが、松行が団体戦で今登場しておりますこの韓国のユン選手と対戦して、腕を痛めてこの個人戦は欠場しております。そして大熊は1回戦でポーランドのパウロスキーに敗れました。また村山は準決勝戦でこの今上がっておりますユン選手に敗れまして、日本選手はいずれも敗退しております。あ、これ抑え込みに入ろうとしてますね。そうですね。あ、待てになります。待てになりましたね。このユン選手、神戸ユニバシアードのチャンピオンであります。84年の世界学生のチャンピオンなんですけれども、なかなか激しい柔道しますね。そうですね。ここまで個人戦ではですね、もう抜群のその勢いで上がってきてますね。一方のハンガリーのブイコ選手ですが、世界選手権は60キロで銅、この一つ下のクラスで銅を取っております。一つクラスを上げて65キロ級で今大会を戦っております。ブダペストの商科大学の学生でありまして、大内刈り、大外刈りを得意といたします。また背負い投げもあります。このユン選手はユニバスティアードの話題の選手なんですけれども、柔道の特徴はですね、非常に激しい速い動きを持ってますね。そうですね。そして左右の背負い投げをかけれると、また寝技も強いということでですね、まあ、ちょっと日の打ちどころのないその選手ですね。あ、残念ながらこの65キロ級は日本選手決勝戦に進出できなかったんですけれども、この軽いクラスの韓国の進出というのはこのところ著しいですね。はい、まあ、これはユン選手の決勝進出というのはもう当然考えられたことですけどね、まあ、今韓国柔道界の第一人者ですからね、はい、彼は大韓柔道大学の学生で全羅南道の出身です。12歳から柔道を始めておりまして、昨年もこの勝利機会に参加しております。昨年は最初の試合に飛先に敗れましてね、はい、敗退したんですけれども、その時とはまた見違えるような感じですね。そうです。昨年はですねちょっと調整不足だったようですね。世界選手権に勝って後ですからね、大学選手権ですね、大学選手権に勝ったんでちょっと安心したんじゃないですか。1回戦からこのユンは登場しておりますが、日本の広田に対しましてあっという間に右の背負い投げ、そして左の背負い投げと左右の背負い投げで合わせ技であっという間に勝ちました。そうですね、はい、そして、準決勝戦では日本の村山に対しまして効果を取った。今ですね、袖釣り込みに入りましてね、はい、反対側から落ちたんですけど、まあ、効果ですね、ユンの効果ですか。はい、そうです、ユンの効果ですね。その後ブイコが上になってるんですね、ブイコが抑え込んだんです、はい、一応ですね、まあ、3秒間抑えましたね。ユンの方に電光がついております。効果一つ。そして、準決勝戦では日本の村山に対して、足取り小内で、有効で勝っておりまして、この決勝に進出しておりますユン。ああいうところもいかに闘志満々という感じです ね、 ですね、このユン選手はね、はい、
まあ、5分間攻め通せるですね、スタミナは彼持ってますからね、はい、そうですね。このクラスでは昨年のチャンピオンが日本大学4年生の松幸ですが、団体戦で怪我をしまして、このユンと対戦して、怪我をしたために出ておりません、まあ、本人も非常に残念だったと思うんですけれども ね、まあ、軽い脱臼のようで、はい、ちょっと腕は動かないですね。脇固めによります負傷で松幸が出場しておりませんけれども、昨年のチャンピオンであっただけに非常に残念であります。この65キロは第1回大会が日体大の山本、続いて2回大会がソビエトのサカロス、そして昨年が今ご紹介しましたように日本大学の松幸がチャンピオンでした。今年が第4回目、勝利気配、65キロ級の決勝戦。ブイコ選手はですね、非常にあの技の切れるですね、上手な選手ですね、テクニシャンですけどね、そのテクニックを封じ込めてしまいますね、ユン選手が。ハンガリーもなかなか柔道の盛んなところのようですね、歴史がありますからね。さあ背負い投げ、背負い投げですね、さあ一本か、一本ですね、一本ですね、はい、ぐるんと体が倒れました。一本勝ち、韓国のユン、65キロ級を制しました。あ、この自信に満ちた顔といいますか、そうですね、一仕事を終えたという顔ですね、はい、65キロのチャンピオンは韓国のユンと決まりまして、準優勝がハンガリーのブイコであります。韓国のユン、神戸のユニバシアード大会に次ぎまして、この勝利気配も65キロ級を制しました。あ、これですね、今のところですね、はい、まあ、場外際にうまく誘いましてね、これで入るんですね。まあ、膝をつきますけど最後は立ち上がっていきますからね。個人の各クラスは60キロ級が熊本、そして71キロ級が飛び先、そして今の65キロ級が韓国のユンと、これで、日本が2つ、それから団体はソビエトが取っておりまして、あと韓国のユンと、こういうようなメダルの割り振りになりましたけれども、はい、どのようにご覧になりますか。まあ、団体戦ではですね、まあ、最強と言われたソ連が優勝しました。そして、65は韓国のユンと、まあ、順当にですね、その強豪が優勝しているというようなことじゃないでしょうかね。それから日本選手はもう4年生が最後の頑張りを見せたという感じですね。今大会は今日明日2日間の大会ですのでね、明日も楽しみなんですけれども、日本選手の活躍本当にこうどんどん出るといいですがね。そうですね。